今日の第1日目の後半、やはり、文化女子大も楽しみでありますが、この遠路はるばる来てくださったこの学校の演奏も何が出るかわからないところも楽しみがあります。とにかく日本でノーベル賞を一番たくさんもらった先輩のいる学校でありますので、敬意を表してたくさんの拍手を送ってください。京都大学ザ・ブルービーさん。Thank you.
何か音を聞いてると、この
サウンドまで、昔は78回転でスピーカーが出てくるような円形がここに出てきておるわけでございます。ただ何を言いますとね、もうちょっと徹底してもらいたいです。もうちょっと徹底すると面白くなる。いわゆるモノマネと違うところはね、なんていうかな、レコード通りやっても我々が感激するっていう面白さをジャズってのを持ってるわけで、そこを引き出すのには去年のインパクトほど今年はあんまり実を言うと感心しなかったんです。白い人の踊りもなんとなくぎこちなかったりしていて、もうちょっとやっぱりね、徹底してやるとこれはうんと価値が出てくると思います。もっともう本当に徹底してやってください。むしろ自分たちのオリジナル楽器を出そうなんてことは絶対考えないもんね。どうもありがとうございました。